どうも岩井川の井川修司です。相棒一つよろしいですか。さあということで、今日も相棒のトリビア、右京さんのトリビアを紹介していきたいなと思います。プレシーズンがあって連ドラ化するんですね、相棒は。これあんま知られてないと思うんですけど、実は杉下右京はプレシーズンでは年齢42歳なんですよ。連ドラのシーズン1が始まったら45歳になってたんですよ。今はあんまり年齢は公表してないので、今何歳設定でやっておられるか分かりませんけども、とにかく20年から続いてるドラマですから、もうあんま年齢のこと触れなくなっていっちゃうのよ。触れるとおかしいことになっていくから。だって公務員なんだから定年が来ちゃうからね、続けていくには年齢をファン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 ってしなきゃいけないんだよね。これ意外と知られてない情報じゃないかと思います。実はですね、この相棒の動画を上げてたらコメント欄にすごい面白い情報をくださった方がおって、水谷さんと反町隆史さんの共通点っていうのを書いてくれてて、相棒出演時の年齢がともに40代。へえ、そうなんやと。2人とも先生役のドラマが大ヒットしている。水谷さんが大ヒットさせた「熱中時代」というね、北野広大という先生役をやった。先生の名前は北野広大っていうね、あの印象的な言い回しの「熱中時代」というとんでもないお化けドラマがあったんですけども、で一方反町さんはもう GTO ですよ。ウェー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 。お二人とも学校の先生役でビッグヒットで、その後お二方とも女優さんと結婚されてる。その結婚の馴れ初めはお二人ともドラマとか映画での共演がきっかけで、まあでもここまでやったらまだおるんじゃない他にもとかって思ったんですけど、この次びっくりしましたね。2人とも歌手として「紅白歌合戦」出てるんですよ。こんだけ共通点あるとおって思うよね。お二方とも別のドラマでチンピラ役とかもやられたことがあると。だからチンピラから刑事までやるこの振り幅、役者としての演じ分けができるお二人が今相棒として、しかも歴代相棒最長記録を更新するというこの巡り合わせ、次のシリーズで更新するんですよね確か。で今までずっと寺脇康文さんが演じられた亀山さんが持ってた最長記録を反町さんが更新すると。そこにはこういうもしかしたら共通点、水谷さんと反町さんの中でのこうシンパシーみたいなものがもしかしたらあったのかもしれないなという、まあこれはまあ予想ですけど、この情報をくれたテリー・スティーブさんありがとうございます。本当にめちゃくちゃいい情報なんで、もし皆さんも「井川さんこれ知ってます？相棒の」っていうのあったらどんどんコメント欄に書き込んでいただければここで紹介し、そして感謝します。面白かったな、なるほどな、へえなんて思ったらチャンネル登録高評価お願いいたします。相棒一つよろしいですかでした。またね。